チーピンする時あるんですよ、たまに。これはどんな感じですか。要はチーピンは軸がずれる。なるほど。左が軸で、いかにを、こっちイメージ直せるの。はい、こんにちは、森光です。こんにちは。本日は斎藤崎シーサイド、はい、来ております。かのちゃんと、はい、ゆうかちゃん、はい、回ってます。ちょっと悲しいんですが、まあハーフ対決なんで、うん、これで最後になります。うわー寂しい。はい、概要欄にインスタグラム貼ってますので、ぜひフォローお願いします。お願いします。では行きましょう。はい、はい、では、16番ホールパー5、463、はい、あ、ロングにしてはちょっと短いね。ってことは2オン目指しましょう。待って、危ない危ない。ごめん俺が悪かった。じゃあちょっとこれ右ギリギリで打たないかもね。左が浅いって。しょー、よし、これいい。あ、うわー、ヤシの木当たった、最後。音はしたね。うん、うわー、ちょっとこれ、てか落ちてこんねん。落ちてこなかった、今対空長かったね。ね、対空時間長。バリトンどう。バリトン。じゃあ女性の方は、はい、16番ホール、463、はい、パー5、はい、まあ、ちょっとあの吹き流しの方に。はい、お願いします。ナイスショー。ありがとうございます。なんで曲がらんの、そんなに。うまっ。まっすぐ、まっすぐ。ナイスショー。ナイスです。さあ、ではいよいよラストですね。最後ですね。早いね。ちょっといろいろ聞きたいことあるけどね、まあ2人に。なんかゆいかちゃんとかドローで、はい、まあ持ち玉、はい、ドローなんだな。なんかこう僕も最近ドローにイメージしてるんですけど、はい、チーピンする時あるんですよ、たまに。でゆいかちゃんの見たら、なんかこう、結構、なんていう、構えた時にグリップエンドと体、まあ、はい、例えばベルトのところが遠い気がするんですよ。あ、で、俺の多分動画見たらめっちゃ近いやん、うん、なんかそういうのってなんか意識してるんですか。遠いのはあんまり意識しないんですけど、うん、私、こういう構えしちゃうとミスが出るんで。どういう構え。あのね、こうしちゃうとダメなんですよ、私。手首を、はい、それ近、なんか自然と近くなるじゃないですか。はいはいはい、こうすると、はいはいはい、それは私はこうした方がいい当たりが出るんで。はいはいはい、はい、そうすると自然と遠くなる。へえ、ありますね。だから意識、ここの距離は意識しないです。手首を意識します、どっちかって。え、でもじゃあ例えば、はい、例えば僕みたいに、はい、例えばこれがこう近くなってアドレスしたらどんなミスが出そう。シャンクが出そうなんと。シャンク、あと、こうなると私は体が回らなくなっちゃうんで、手打ちになる。止まってしまう。はい、頭振ったりとか。これが逆にこうなったりしたら、遠すぎると逆にトップも出やすくなるんですけど、うん、左右の曲がりは、左右は近い方がスライスで、遠い方がドロー系。へえ。あ、じゃあ俺はどうしたらいいのね。なんか、まあ、そこも試すしかないかな、うん、試すしかないけど、でも手が強いからチーピンが出るのかなって。あ、そう。じゃあちょっと離して。少し離してもいいかもしれない。あ、話しよう。体回すためにも。へえ。あ、じゃあチーピンに出る人はちょっと離してあげると、まあ、ちょっと手でこうやらんでよくなる。うん、なんか自然とちょっとこう大きく振るんで、チーピンって結構小さい振り、はいはいはい、イメージがあるんですね、私の中に、うんうん、大きく振るためにちょっと離れるっていうのはありだと思う。あ、じゃあ手を使ってしまうから。あ、先生がおった。先生は どんな感じですか。先生はどんなんですか、そのチーピンが出たりするときは。アドレスもあると思う。でもあんまり関係ないね。あ、関係ない、うん、要はチーピンは手使うから軸がずれる。あ、軸、あ、こういうこと、はい、あ、こっちもあるんやね、うん、なるほど、うん、その生徒さんがチーピンしたら、はい、こっちか。私も出るんで。あ、そうなんですか。ずれたときに出ます。へぇ、スイングでこっち入った瞬間に、うん、出る。全部下から入るんで。あ、下から来るけどね。
え、じゃあそれはその時はどういう意識で？もう左が軸で、いかにここをずらさないかを意識して、こっち軸、あ、こっちこういう感じで、うん、こう行き出したらやばいってこと。あ、下から来るかも、はいはい、捕まえに行くかしかないので。あ、じゃあアドレス以外でもそういう風なこうイメージで直せるんだ。意識するとこいっぱいあるね。ちょっと明日試合なんで頑張ります、うん、フリークでいきます。はい、おー大丈夫、うん、真下の足。今のずれた、あ、ずれた、はい、今軸がずれてる、はい、ちょっとやっぱね、こういう話するとやってくるもんね、ね、GP が200、まだ230あると思うので、仕込んでいきます、はい、ナイスショー、ありがとうございます。おー、ナイスショー、めっちゃ良かったですよ。めっちゃ良かった、めっちゃ良かった、気持ち良かったです。本当なんか YouTube の時毎回いいんですよ。え、超いいよね、いつも。はい、でも昨日とか全然良くなかったです。毎回言うよね毎回言ってますね。あの、前日はダメでしたそうなんだ。え、でも本当に良くなくて大丈夫かなと思ってきたら毎回いいんですよ。え、じゃあその悪かった昨日と今日何が違うの？え、なんだろう、ショットがまずこんないい当たり出てなかったです。スイング一緒のはずなんですけど、何なんですかね、相性がいいんですかね。相性ドルゴル TV とドルゴル TV とめっちゃいい。うわー、ちょっと残り188、はい、スピンかぶってます。キートね、ちょっとこう風が来よるけん、風もある、スライスかけるそれタイガー、これでいきます。5番アイアンで188、あ、やりすぎ、ちょっと右かな、あ、乗った、すごい乗ったかも、グリーンには乗ってたね。手前か乗ったか、風がこう来たってよかった、すごいフィニッシュだった、ね、あんまスライスいかんやった、なんかしてる、撮ってる。この投稿はインスタグラムに上がると思いますので皆さんチェックを、はい、皆さんぜひインスタをフォローお願いします。お願いします、お願いしますお願いします、お願いします、チェックしてくださいさあ、いきます。じゃあその、まあ、最近はちょっとすいません、視聴者さんからの質問も多いけど、うん、僕がこうチーピンするし、ちょっと聞きたいことがあって、まあ、さっき聞いてたんですけど、こう左の肩をこう中心に上げるときに肘が上がるようにっていうのはちょっとアドバイスもらって、肘が上がるように、左肘が上がるように、左肘が下向くと肩って下がるんですよ。左肘が、あ、下向くとね、はい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 、左肘が下向く、あ、こうか、はいはい、外向けて、うん、ぐっとこう、だから女子プロ絶対ファンデーションめっちゃつくじゃないですか。あ、ここにね、ここにこれが絶対にぐっと上がってくると、うんうん、なるほど、そのまま上からパンと落ちてくるけど、肘の向き、肘の向き、下やと上がらないんですね。これがこう、こうなってたら上がらんってことね。肩上がらないですね。あ、はいはい、はい、うん、あ、肩がね、で、肘が、お、ここに、あ、これでいい、ここが下がっちゃダメです、まあ、きついけど、まあ一瞬のあれやけどね、ここが上がる、もう苦しい状態が、確かに俺ここ多分、うん、ほっぺ当たってないと思う、当たるのがまあ高くなる、理想、はい、おー、窮屈な状態やから、うんうん、審判の解放できる、なるほどなるほど、窮屈に、ありがとうございます、わかりやすいです、さすが先生思ってます、まあ、でもね、これはスライス系の人はまた違うんやろうし、あ、まあ、ちょっとこうやってやりすぎる人、うん、俺みたいにの人はこう結構いいらしくて、ファンデーションをつけましょうと、ファンデーションをつけましょうと加納先生は結構チーピンが出るらしい、ミスとしては先生もで生徒さんもそういう人が多いらしい。加納先生これ難しそうやね、目の前木で、ね、99R、 はい、あ、
当たりますよね。で木がね、もうどうしますか。番手上げて、ピンの右、低く。よく。ちょっと低めで。低めで。もうナイス、うん、もう一個上げてもらってかった風もあった ね、はい、54ヤードを56度でいきます、はい、今狙いやすいね。ここもバーディー欲しいです ね、方向良かった。方向良かったですけど、めっちゃ掘っちゃった。でかいかな。多分でかいと思います。ちょっとパンチが入っちゃったんで、はい、キャー52でいきます、はい、ナイスアプローチ。ちょっと手前でした。はい、はい、惜しかったね。惜しかったということで、ちょっと課題のアプローチ25ヤードぐらい、60度でいきます。はい、ストップ。お、早い力、はい、ナイスアプローチ。はい、バーディーパット。はい、あった。来い来い、ガーッ、惜しい。お先です。ナイスパー、ありがとうございます。じゃあバーディーパットいきます。はい、びっくりした。うん、パター下手くなりです。ナイスパ、はい、パターできます、はい、うわー、ナイスパー、どうしません。では、17番ホール、はい、パー4の434ヤード、はい、長い長いね、もう長いで、鍵穴ショット、しゃー、うん、ナイス、ちょっと木高な、お二人は400ヤード、はい、はい、長いですね、長いね、うん、ナイスショー、いやー、フェアウェイ真っ二つ、めっちゃいい、気持ちが良くなりました。お、なんかトールゴルフ TV 出た時はね、毎回いいですね、いいけん、ね、なんか調子悪いって言われても分からんよね。しょー、ナイスショー、ナイスショー。では質問コーナー行きます。お願いします。そうやって質問募集したのに全然、ね、してなかったね。いつもめっちゃ可愛いウェア
どこで買ってます？一番好きなブランドは何ですか？あ、私、はい、一応買ってるんじゃなくて提供で、ノエルレオシール、ここに書いてあるかな、ノエル、はい、ノエルレオシールっていうメーカーから提供受けてて、はいはいはい、で多分出てる時は毎回ノエルレオシールさんのウェアを着てると思います。あ、すごいよね、なんかこう、はい、派手やし、普通なんか他にもなさそう、ね、全部感じで、ね、一番着てます。うん、ストリート系です ね、 確かね、おしゃれ。205ヤード、はい、踏んでいきます。はい、いや転がってる、お乗った、ナイスオン、狙った、計算通り、計算通り、低弾道、低弾道、風に負けない、風に負けない、はい、180ヤード5番ウッドでいきます。はい、耐えて、うわ、右、木より右行きましたね、木より右行っちゃったかもしれない、ましたね、ちょっとアプローチが難しそうかな、うん、今はミスが分かる、自分でなんかもうカットで入っちゃいました。綺麗に振り抜けなかったです。でも右にパーって抜けるような当たりが出ました。130ヤード、はい、フォロー、ちょっと左行きすぎて木が被るね。またもや木。これ超えれるかな。しかも高い。じゃあボールちょっと浮いとおけ。50度でいきます。いや高っ。高っ。おっしゃ乗った。乗った。おーナイスオン。あらす。乗ればパターでいける。そうですね、ちょっとスレスレ狙っていってみます。スレスレで、もし木に当たった場合は逃げてください危ないんで、これはちょっと技あり。うまっ、いや激うま、めっちゃよかった、ありがとうございます。やろやった、激うま、今の完璧でした、嬉しい。じゃあバーディーパットいきます。はい、バイバイ、ゴー、ついよーし、惜しい惜しい、ナイスパー、ありがとうございます、ナイスパーです。いやー、やばすぎ、マジでスーパーパーやん、立派、立派でした、からのパーね、嬉しい、ありがとうございます。よし、頑張った、ナイスパー、はい、18番ホールラストですね、ラスト、はい、パー5、524ヤード、はい、2人とも上手すぎ、いや、もっと見たい、やばいね、マジ上手すぎね、マジ、うん、これめちゃくちゃ難くて、この目の前の高い木をの上打たんとダメだよ、ちょっと左とか、まあ、ダメくないけど、右から刻んでいけば3つで乗るコースやけど、うん、まあちょっと2つ目指せたこの上、木の方向無理やろ、この高い木よりちょっと左ぐらい、お
完璧じゃない？完璧。やばい。よっしゃ。コースすげえ。2つで行きましょう。女性お二人は508ヤード。はい。はい。ボールと吉野さん。はい。はい。行きます。はい。あ、全然違う。めっちゃ右。あ、まあ、大丈夫。全然めっちゃ笑ってた。めっちゃ悪い。ナイス。ナイス。あちゃうか。思ってないじゃん。あちゃう。まあまあまあコースね。まあコースね、うん。はい。フェアウェイと思います。フェアウェイ。あれフェアウェイなんですか。うん、結構広いね。初見の。うん、初見、ね。いやー、ナイスショー。ナイスショー。やば、最短距離、最短コース、すっごい。ナイスです。ちゃんとしてます。次行きます、はい、質問コーナー行きます。インパクトの時に左肩を開かないようにする方法ありますか？あ、これどういうことやろ。開いたらダメ、インパクトの時。いや、よく開きますけどね。あ、開くの。じゃあそもそもは開きすぎるのかな？なんか開かないようにって。え、でもインパクトの時絶対にこうなるんで。はいはい。そこはまあ開くと思う。うん、開くと思います。まあ前提、開くっていうのはもう前提で打つ。壁を作りたい。あ、壁を。あ、なる。まあ表現が違うけどね、みんなの。うん、あ、こっちか。こう開いちゃう。こう開けばいいけど、こう開いちゃうってことかな。肩が落ちる。肩が、うん、下がっちゃうみたいな。そういうことなんですね、うんうん、そのためには、まあ、平行に回すイメージですね、私は。あ、この軸をね、はい、こういう軸を平行に。そうです。なんかこうなって軸が崩れたり起き上がったりしたらダメだよね。クラブとか置いて、うん、こう動かすイメージを、はいはい、しますね。いや、わかりやすい。え、先生もやっぱそんな感じですか？はい、うん、同じ。同じです。いやいや、ちょっと引用しとる。絶対同じじゃないです。もうそんな先生の言い方で。なんか2人って難しいよね。なんか違うこと言ってもね。うんうんうん、いや、そんなそんなかのちゃんの考え。いやいや、別の、全然私は。開くのが正解だと思うので、うんうんうん、そんな気にしなくて。そっか、開くのがもうこうダメって思っとうことがダメない、うんうん、なんかベースの面と体の面が一緒に行ける方が、うんうん、ああ、なるほど。フェースコントロールはしやすいよね。はあ。壁作ってるんじゃフェースって変えちゃうし。あ、確かに。ここ止められたらね、絶対帰るもん、うん、勢い的に。だと思います。いや、そうだということをね、自信持って教えてもらったけど、まあ、それで行きましょう。開いてもいいと。いいと。ああ、フェースコントロールしやすいと。ああ、はい、スプーンで行きます、はい。おー、大丈夫。おー、意外と、うん、意外というところで、いいとこ。ありがとうございます。ナイス。多分270ぐらいスプーンで、はい、ナイスショ。おー、ナイスショ。ありがとうございます。完璧。めっちゃいい。214。はい、いい感じでした。最短コース思ったよりね、風が強かったけど。残り214、ちょっとアゲンストなんで3番ユーティリティでいきます、はい、やっぱそうよね、左肩こう開くっていうか、まあ、回るとね、開く、開いていいと、うん、さあ狙います。うどん、ナイスショ。あ、バンカー越えた。越えた。ちょっとなんかフェースとボールの間に
カッパが挟まっとってね、なんか変な動きしよう。変な音はしたね。やけど。おーんって聞きよった。ね。バンカー越えた。ね。まあこんな感じでちょっとトールゴルフ TV やってるんですけど、まあぜひなんかまたね、次は18ホールで、まあ勝てる気はせんけど、ちょっとなんか学べることが多そうやね。ハーフだけでもね、伝わる。ちょっと鹿野先生に習いたいと思ってますんで。お願いします。はい。で、プレイも見たいしね。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。終わったやん、もう終わった。終わらせないで。ありがとうございました。終わらせないで。終わっちゃったよ。では。では。では。127ヤードの8番アイアンでいきます。はい。おー、超えた。ナイス。ありがとうございます。ナイス。なんとかやりました。バーディーパット出るね。最後バーディーで締めたいです ね、 ね、はい。ピッチングでいきます、はい。おー、ナイスナイス。ちょっと奥行ってました。はい。20ヤードくらいかな。はい。60度でいきます。入る。やったー。来たー。ナイス。ナイスです。ナイスイーグル。やった。ナイス。よし。でもこれでも勝てんけんね。すごこれでも勝てないからね、メンタル。よっしゃ。イエス。最後にいいもん見えた。マジ。うわー、ナイスバーディー。やばすぎやろ、やばすぎやろ、マジで。もう、勝てんやろ。この流れめっちゃ打ちにくい。あ、そうやね。そうね。最後。バーディーパット。バーディーパット。ナイスタッチ。ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。スコアが36。36。35です。35で37。奇跡が起こって37やけど、全然やばいね。アンダーとパワープレイイーブン。よかったですね。今日良かった。今日はいつもじゃない。いやでもすごいね、慣れない、まあ、撮影中でこんだけのプレーが出る。初めてのコースでね。あ、確かにそうやね、うん、そんな簡単じゃないけど ね、 ね、まあ、まあちょっと18ホール見られなかったのが残念なんですが、また出てくるということで、じゃあ2人でまた出ていただければと思います、はい。では、インスタグラムやってますんで、ぜひ概要欄からフォローお願いします。お願いします。はい、プロテストが7月はい、やります。7月に、はい、まあ、はい、ちょっと会場はどこかわかんないですが、まあ、引き続きスポンサーさんまだ募集してますんで、はい、ぜひ岡田ゆいかちゃん応援したい方、概要欄からお願いします。お願いします。お願いします。ということで、この動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よっしゃ。ありがとうございました。クラブチャンピオン2人と対決ということで、おー、ナイスオンです。いやー、ナイスです。
タイガーウッズが打ったって言われるティーバラ柄のタイガーウッズドライバーで打ってるってことですよ。本当に300人